はい、エンディー BJJ ライフの松井です。本日はですね、愛知県の名古屋市港区にある盆栽チームに来ております。で、まあ、ここの先生は動画に出てくれた、ヒロが先生、指導員をしている、道場となります。前回来た時はここの場所がもう真っ暗で、たまたま当日お休みになってしまったっていう状態になるんですけど、今日はちゃんとヒロに連絡をして練習があるっていうことなので来させていただきましたっていうところで、まあまあ、ぶっちゃけて言うともうすでに練習は終わったんですけど、オープニングを撮ってないことに気づいたので急遽ちょっとオープニングの撮影となります。なのでこの後のちょっと動画ですね、練習風景アップしますので、ぜひ最後までご視聴いただきますと幸いです。まあ、もし見ていただいてよろしければ、チャンネル登録と、あと高評価、グッドボタン、あとコメントとかもぜひぜひ、いただければと思います。じゃあこの後の動画をぜひご覧ください。
あ、今日届いた。そう、盆栽の新しい T シャツ。わあ、めちゃくちゃいいじゃないですか。We are 盆栽。綺麗じゃない？綺麗。盆栽。いいですね。後ろは？お、盆栽柔術アカデミー。写真撮ろう。3、2、1。
知らないので、ちゃんと教えてくれる、わからないこととかちゃんと気にして、わかりやすいですか？そうですね。いろいろ気をつけて説明してるから、まあ、すごい先生だと思う。友達みたいな頼れる人でもあるし、すごいいい人です。おですって。場所はどこなんですかね、ここ。一番簡単は愛知県武道館。愛知県武道館を目印にして。青い建物って言ったら多分ここしかないですもんね。そうね、そうです、うん、あの載せときます。この辺に写真を載せときます。あ、そう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 。目の巡らせの月曜日、水曜日、金曜日、夜に始めた。これからこの番組と金曜日、キッズクラス目の巡らの5時から5時から最初に撮影します。大人は1万円、子供はなら押す。じゃあもしあの日本人の方で気になるっていう方はエンジョイ BJJ ライフに連絡していただいてもいいですし、まあ、ちょっと時間かかるかもしんないですけど、練習、まあ、見学でも大丈夫なんで、ぜひお気軽にお越しくださいと。あ、そうだ、試合があるんですよね。はい、11月21日に試合があるというところで、はい、MMA ですかね。はい、65キロ。あ、65キロ。じゃあ、まあ、あのヒロ先生直伝 の、 あの水抜き方法とかで体重落としてもらって頑張ってください。そうです。じゃあ今日はすいません、突然でしたけどありがとうございました。またぜひお邪魔させてください。はい、ありがとうございました。ファン大事ですね。ファン大事。うん、ちゃんとあれ盆栽でようと思って。そう、盆栽。